はい、おはようございます、本日は、令和3年の10月の29日になります。あいにくのですね、ちょっと雨なんですよね、なんですけど、ちょっとなめこ取りに来てみました。早速ですね、極上のなめこありますね。はい、よいしょ。こんな感じ、すごいツルツルですね。ほら、すごいツルツル。ということで、今日ですね、ちょっとなめこの方を見ていきたいんですけども、実は今日ですね、アイテムの方一つ持ってきましたので、結構ですね、量の方は期待できるんじゃないかななんて思います。実は島吉アイテム、皆さんにご紹介したと思います。島吉アイテムをさらにですね、レベルをアップするための道具をですね、ちょっと自作なんですけど、ちょっとお試しでちょっと作ってきたんで、もしチャンスがあれば、後ほどですね、皆さんにお見せしようかななんて思います。一応なんか山に行ってですね、こんな倒木があったら結構この辺の脇とかですね、サイドとかよーく見た方がいいですね。意外とですね、見落としなところあるんで。いいや、すげえ、なんだこれ、栗竹のすげえ化け物、栗竹、すごい大きい。ちょっと古いですけども、下履いてきてよかった。今日雨具というか、一応ですね、履いてきたんですよね。なんか雨のなんていうんですかね、この濡れてるので、おっつ、よいしょ、ようやくですね、なんか色づいてきましたね。山もようやくですね、秋にかけて色づいてきたような感じですね。これからがキノコ採りの本番っていう感じですかね。そこのですね、奈良の根元に何やらですね出てますね。なんだあれ、あは、ムキタケだ。やっぱりな、ムキタケか。全然今からムキタケの容器、嘘でしょ。なんだ、水分もあるし気温も、夜寒いんですかね。夜すごい寒いですよね。山形めっちゃ寒いです今。やばい、夜、うわうわうわ、これもムキタケ。いやいや、あとムキタケいいでしょう。うわ、嘘でしょ、嘘でしょ、これもムキタケ。ああ、探せど探せど、ムキタケだらけ。いやいやいや、よし、こっちにないか。そっと覗いてみてごらん。ああ、なんだこりゃ。もう当たれば当たるほどムキタケですね。これもムキタケ、これもムキタケ、あっちもムキタケ。あー、もうテンション下がりますね。ムキタケだらけ。いや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 、いやいやいや、多分あっちに降りてもムキタケなんでしょうね多分。いや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 、なんだこれは、ムキタケの超嵐ですね。はあ、ということは、ちょっとヘコタブ、ヘコタブ周辺の完全なる倒木を狙っていきましょうか。よいしょ、はあ、この辺はどうだ、この辺はどうだ。あ、でもムキタケついてるな。ちょっと今日当たりいいところに今までいたんですけど、ちょっと移動してきましたね。いや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 、こんなになんかナメコが当たらないの久々ですね。よいしょ、なんか今年不作なのかな、もしかして。お、なんか出そうな木発見した、出てそうな木発見。どうだ、あれは、あれはどうだ。お、この辺やっぱりあれですね、ムキタケがちょっと終わりかけていますね、上の方も。ということは
ワンちゃんあれか。さて、さてさ。いや。ムキタケ。今日来てる、山なんですけど、11月のですね、10月の下旬、あたりから、ナラタケがですね、結構出るところなんですよね。この木の株、ナラのですね、倒木の根元に、ブワーッというふうに、もうマイタケのような大きさで、出るんですけど、それもですね、今年はちょっと見当たらないんですよね。前に新潟に行った時に、先生がですね、松本先生の方が、まあ、秋に出るキノコはこれから通常通り暦通り出るでしょうということだったんですけど、ちょっと陽気すらもないということなので、もしかするとナラタケはですね、やはり、遅めのナラタケは取れないんじゃないかななんて、思ってますね。はい、それではですね、ちょっと実験の方してみましょうか。これがですね、島吉相手もですね、さらに強化する、玉ねぎ袋を使った、網です。実はですね、こちらの上の方、ここですけども、あのハンガーになってます。ハンガーを折り曲げまして、これをあのどうやって使うのかと申しますと、よいしょ、ここの先端ありますよね。先端のところにこの留めゴムというのがついてると思います。これ島吉相手もですね、購入していただいた方はですね、結構タモザを使ってると思うんですけども、ここにですね、なんていうんですかね、スポンジ状のものついてます。実はここに、ここのですね、ハンガーの先端をですね、差し込むような感じ、はい、こんな風に、だとこれがですね、取り外しができて、歩くときにですね、外せばいいだけなので、ここをですね、本当はなんかあの釣り用のですね、竿を押さえるバンドとかありますよね。それで押さえると一番いいと思います。今日ちょっとそれ持ってこようかななんて思ったんですけど、ちょっと持ってこれなかったので、ちょっとやってみますね。見えますかね。ここに入りました。見えました今。こんな風に、こんな風に入りました。よいしょ。はい、お見事、お見事キャッチ、これで、なんとかですね、なんていうんですかね、玉ねぎ袋なので網目が小さいので、小さいですね、粒なめこなんかもこれでキャッチできるんじゃないかななんて思いますね。あとはですね、この辺をなんか紐で結んで、いるといいのかな、なんかブラブラしないので、はい、もしですね、島吉アイテム、使ってるよなんていう方いらっしゃいましたらですね、ぜひこんなハンガーで使ってみてください。これちょっとですね、今改良してなんかワンタッチでつけられるようにですね、今ちょっと考えてるんですよね。そこまだ出ないので、試作品としてですね、こんな風にできますね。もうこれで島吉アイテムは最強になりますね。いつもですね、あの山に来るときはこんな甘いもの、私はですね、黒飴なんか持ってきますね。全然違うっすね、なんか黒飴舐めながら、なんていうんですかね、山の方歩いてるとやっぱり糖分って大事だなぁなんて思うんですけど、ちょっとイメージトレーニングします。なめこ、なめこのこの極上のナメコをイメージしながら、頭に入れながらイメージトレーニング。ナメコ、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 ナメコ。これからは、なんとなく少しは当たるような気がしなくもない。よいしょ、よいしょ。もう倒木も全部ナメコ、あれですもんね、ムキタケですもんね。よし、イメージトレーニングしたんで、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よし、イメージトレーニングした後のナメコ、ああ、久々、1時間半ぶりぐらいの、でも、ちょぴっとしか出てないですね。こんな感じ。やっぱり相変わらず隣には、お前はもういいよ、ムキタケ。お前はもういい。すごい興味ましたね。もう山の至る所にムキタケがくっついて。もうこれは取りきれないよね、ムキタケ。
つぶなめこです。よし、なんかイメージトレーニングしたら良くなりましたね。ということで、これから挽回していきたいと思います。お、明日もみっちりになってる。すげえ、みっちり出てる。よし、ついに出番がやってまいりました。島吉アイテムの出番がですね、やってまいりましたね。すいません、ちょっと見えづらいですね。よいしょ、お、いい感じに入る。よし、さて成果は、入ってますね。しっかりとキャッチになってますね。よし、わ、これにはつくぞ。わ、これにはつく。すげえ、たくさん容器になってますね。容器が出てます。よし、いい感じ、いい感じ。よし、これが下吉アイテムの実力です。ということなんですけど、はい、これ容器、容器です。これも今からね、大きく成長していい感じのなめこになってくれるといいですね。おっ、いいですね。よしよし。ということは、この辺がですね、多分おそらく、なめこの出るチャンスゾーン、だと思うので、この辺をですね、今からちょっと徹底的に、見ていきたいと思います。あー、いた、いたったった。あー、これはタワーになるな。やば。あー、丸って一本だ。うわ、おお、すげえ、やばい。おっ、これはつくね。うわ、タイミング悪いな、めちゃタイミング悪い。なんだこれ。下から見えますかね。ここからじゃあいきますね。うわ、これは間違いなくタワーになる。すごい、ほら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 、ずっと上までめっちゃついてますね。この辺もやばいっす。ずっと上まで、これ上まで出てますね。ずーっと上まで。あー、これ何日だ、あと。うわー、下の方は取れそうですけどね。おっ、この辺は取れそうですね。でもね、あー、うーわ、キモ、すごい、めちゃくちゃ出てますね。うわー、すげー、これが赤ちゃん。すげーすげー、こんな風に出ますね。これ相当上までありますね。やば。これじゃあちょっと下の方の粒だけですね、ちょっと取り除いて、あと上はですね、これも身置きです。うわ、なんか今ハサミあれないなと思ったら、あれですね、失敗した。もうリュックの一番下に入ってますね。うわ、これは出ますね。やばいです。お、なんかやっぱりですね、なんかイメージトレーニングって大事ですね。皆さんもぜひイメージトレーニングをしてからですね、山に入るといいのかな、なんて。やっぱり大事なんですよね、イメージトレーニング。なんかもう今日終始ですね、途中なんて言うんですかね、ムキタケばっかり見てたんで、いやー、すげー癒される、めっちゃ癒されますね。佐藤さんの好きなやついっぱいあるわ。すげえ、キジだ。お、びっくりした、びっくりした。キジですね、キジ。はい、今山下りました。ということで、ですね、もう今日はどこ見てもムキタケ、めちゃでかいですね。結構ムキタケの方あったので、ちょっとですね、これ今日ちょっと料理っていうか使いたくて大きめのちょっと取ってきたんですよね。あとはこれ小さいやつ、耳よりも小さいものも取ってきたんですけど、これはですね、ちょっとこれはこれでちょっと使いたい、ことありまして、これ取ってきました。ということでですね、これなめこなんですけども、よいしょ、結構ですね、なんていうんですかね、
粒がですねちょっと開いた程度のものも結構あったんですけど、あとはですねちょっと陽菌だったんですよね。それからこれ、化け物級のですねナメコなんですけど、これちょっと天ぷらにしようかなと思いまして、ちょっと大きめの取ってきました。はい、あとはこっちもそうなんですけども、今日ですね山のチョイスがですねちょっと悪くて、なかなかですねナメコが取れない状況、でしたね。それと、ナメコの陽菌がですね結構あったので、まずですねムキタケが一旦収まらないとダメなのかなというふうに思います。それではまた次回も山の方からお伝えします。それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。